こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、ガラスメガネレンズについてちょっとご説明したいと思います。ガラスメガネ、今はですね、ほぼですね、99% 近くプラスチックのレンズなんですよ、今。ガラスレンズはまだあるんですけれども、量販店とかね、ああいうディスカウント店はほとんどガラスレンズ扱わないんですよね。なぜかというと、非常に加工もリスク、割れることなんですよ、やっぱりね。それだと使うフレームもどうしても限定されます。例えばその2ポイント縁なしとかですね、ナイロール溝掘ったりするのはちょっとできないんですよね。やってできないことないんですけど、やっぱり、ね、パリ入るんですよ。割れてくるんですよ、やっぱりね、使ってると。そういうリスクあるんで、ですから普通のフルリムですね、周り全部あるタイプじゃないとガラスは基本的に入りませんので。そしてあとガラスもね、非常にクリア感は非常にいいんですよ、実は。その代わり欠点としては重さと、その割れるっていうことですよね。これ一応ホヤレンズのね、ガラスレンズの価格表なんですけど、値段いいんですよ、やっぱりガラスレンズは。ただその 1.6 の屈折と 1.7 とか、これはあれですね、ガラスの累進ですね。単焦点になるとですね、累進というのはその遠近量ですね。これは単焦点になると、THI1.90 というのはものすごい薄いレンズあるんですよ。これはどういう方が使うかというとですね、強度の禁止ですね。ものすごい強い度数の方。その方は逆におすすめですね。1.90 っていう高屈折ですから、かなり薄くて、見え方もクリアです、非常に。こういうちょっとね、どうしても真ん中薄いですからね、やっぱり。ちょっとおっかないですよ、やっぱりね、加工する場合は。そういうちょっとデメリットもあるんですけど、ガラスじゃなきゃっていうこのお客さんも、特に度数強い方はね、そういうお客様いらっしゃるので、そういうガラスもね、累進レンズもありますから。累進レンズ、数は種類少ないんですけどね、累進レンズも大体そうですね、3万8000ぐらいからでしょうね、やっぱりね、一組ですね。バイフォーカルってこれは二重焦点ですね。ちょっと値段はやっぱりプラスチックよりは値段ちょっとどうしても高くなるんですよ。いずれにしましても、そういうガラスも対応できますので、ぜひですね、また詳しくまたご説明できるかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。